兵サイコパスエピソード。皆さん前巻の若き将軍郭挙兵をご存知でしょうか？強度討伐で活躍するも、創生して、武帝にかなり惜しまれた人物ですが、彼にはサイコパスと思えるエピソードがありますので、解説してみたいと思います。とある出征中、武帝は大量の飲食物を送るんだけど、出征から帰還した時、捨てるほど余っていたのに、なぜか飢えた部下、気力を失った部下が、それは郭挙兵はちゃんと食料を分配せず、自身は煙を楽しんだり、豪華な馬車で宴会を楽しむ、っていうサイコパスっぷりを見せていたけど、兵法は不要やっていい、古来の考えにとらわれず、軍需品を置いて軍を進めて、勝利を重ね、食料を奪い、強行軍を続け、機動力で勝ち続けていたから、武帝、朝廷、兵からの信頼は高かったぜ。彼の無類の強さとサイコパス性、どちらも兼ね備えた魅力的な武将かなと、皆さんはどう思いますか？